こんにちは。一人でやるとなると挨拶も困りますね。こんにちは、アゲインです。ということで YouTube 始めることになりました。よいしょ。ついに始まってしまいました。バンジージャンプの告知をやった時に、やってみるべってノリで言ったら本当に動画になっちゃった。改めまして YouTube 復活することになりました。やったー。今ですね、僕一人で動画を撮ってるんですけれども、後ろにいつもおなじみうまちゃんがいてくれてるということで、はい、これからのですね、このチャンネルの動画、僕一人で撮りますけれども、サポートでね、うまちゃんにも入っていただいて、うまちゃんと喋りながらうまちゃんと喋りながらコミュニケーションを取りながら動画撮っていきますんで、実質2人のチャンネルなのかもしれない。結構気重いっすよ。怖い怖い怖い。結構責任重大ですから。やばいっすね。で、今ね、事務所で撮影をしてるんですけれども、まあマネージャー、うまちゃん、そしてですね、もう一人マネコがいまして、お願いします。マネコもこの動画にちょこちょこ出てくると思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、ということで、YouTube 始まりましたけれども、まあなんかこう、このチャンネルで何していくんだいっていう話なんですけれども、僕は企画とかなんかおもろい動画結構いっぱい作っていきたいなと。みんながこういろいろ仕事とか疲れて帰ってきたりとか、学校から疲れて帰ってきたりとかして、なんかしんどいなっていう風に思ってる時に、ふとこう俺の YouTube チャンネルをこう開いたら、なんかふざけたことやってるので、ちょっと明るくなれるような動画を撮っていけたらいいなと僕は思っておるわけでございます。なんすか。いいですね。これもうカメラ裏でニコ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 しやがって。ほんとで、まあなんかそういう企画系の動画を撮ったりだとか、まあでもなんかこう気張りすぎた動画をいっぱい撮っててもやっぱみんなも疲れちゃうと思うので、まあなんかどっか旅行に行ったりだとか、まあ俺がずっと行ってみたかったカフェに行ったりとか、なんか遊園地行ったりとか、なんかそういう結構こうゆるゆるっとした Vlog みたいな動画も撮れたらいいななんて思ってますし、まあ、やっぱ僕一人で動画撮ってますから、ちょっと寂しくなっちゃう時もたまにはあると思いますので、歌えてね、友達いっぱいいますから、歌えて友達にちょっとこう声かけて、一緒になんかこういう動画撮ろうぜ、こういう企画やろうぜ、こういうとこ行こうぜみたいな感じで、いろいろ誘ってね、みんなと一緒に動画撮れたらいいななんて思ってますので、これからの動画ね、いっぱい上がっていきますので、ぜひぜひ皆さん楽しんで見ていただけたら嬉しいなと思います。そんで動画投稿の頻度なんですけれども、いろいろ考えました。なんかこう、僕が好きな時にこう動画投稿したら、まあいいか、みたいな。不定期で動画投稿したらいいか、みたいなことも考えてたんですけれども、どうせ YouTube をやるんだったら、本気でやりたいなと、僕は思っておりまして、まあ僕過去にですね、グループのチャンネルで、まあ、モノパレットっていうチャンネルをやってたわけなんですけれども、YouTube をやるんだったら、モノパレットを超えて、と思いまして、なんだなんだ何言い出すんですか。モノパレットを超えたいんですよね、僕は。モノパレットってチャンネル登録者数10万人超えたじゃないですか。そこを超えたい。ソロでチャンネルをやるんだったら10万人登録超えて、モノパレットを超えて、もっともっとたくさん面白い動画をこう投稿していけたらいいなと僕は思っているので、まず目標としてモノパレットを超えるっていう目標を僕は、立てて、そこを目指して僕は動画作っていけたらいいなと思っておりますので、 YouTube の動画これから週3本投稿していきたいなと思っております。曜日は月曜日、水曜日、土曜日、この3日間で毎週投稿していきたいなと思っておりますので、皆さん楽しみに見ていただけたら嬉しいなと思います。どうよ、週3行くんですか。マジっすか。ね、本当にきついと思う。だってグループでやっててヒーヒー言ってたもん。一人でやっててヒーヒー言わないわけないんだから。だからちょっとみんなにはね、ちょっとお願いがあるのよ。3つか2つある。お願いが。3つか2つあるんだけど、まず1個。3つか2つ、どっちかあるんだけど、みんなにちょっとお願いがあって、まず、僕一人で、企画を考えたりとか、まあ、うまさんが企画考えてきてくれて、持ってきてくれたりとかっていう動画がこれから上がると思うんですけれども、僕らだけじゃ
多分企画が枯渇する。多分、おそらくメイビー。4人でやってても枯渇してたから。なので、概要欄の方にですね、企画募集のフォームを作って置いておきますので、ぜひそちらの方にですね、やってほしいこと、行ってほしいところだったりとか、なんかそういうのをですね、ぜひぜひ、本当にどんなものでもいいので、送っていただけたら嬉しいなと思っております。もう僕はもう NG なしでやらせてもらってますんで、もうどんな企画でも体当たりでやらせていただこうと思いますので、ぜひこちらの募集フォームの方にですね、どんなことでもいいので、ちっちゃいことでもいいです。些細なことでもいいので送っていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。そしてもう一個、ぜひ僕が動画を投稿して、おもろいなと思ったら、高評価をぜひ押していただきたいです。高評価をしてくれたりとかすると、これだけの人が見てくれてるんだなっていう風に安心できる。し、次の動画またこういう風に楽しみにしてくれてる人たちのために作ろうと、頑張ることができますので、ぜひぜひ皆さん高評価の方を押していただけたら嬉しいなと思います。そして、コメント。コメント欄マジで見てるんで、歌ってみたが投稿されたりとか、それこそモノパレの YouTube が、動いてもらう時だったりとか、俺もずっとコメント欄をこう、更新してみんなのコメントを見たりとかしてたので、本当に心の支えになりますので、ぜひ高評価とコメントをぜひ残して、応援していただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。あとは、三つ目のお願いは、ないかも。あまり多くは、お願いしないかも。これから先の動画で、ね、いっぱいなんかお願い事すると思うんですけど、それを許してくださいが三つ目のお願いですかね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとなんか喋ることあるか？アゲインさんのことを知らない人も多分、ああ見てくれるんじゃないですか。今、やっぱね、動画始めますっつって、この人何なんだと、はい、いうところで、まあ、自己紹介ですかね。何を言ったんや。名前は、アゲインと申します。出身地は栃木県。本名は、やめて。好きな食べ物は、ハンバーガー。ジャンクフードが好きですね。歌ってみたを投稿しております。ライブがすごく楽しい お兄さんでございます。ぜひぜひライブも遊びに来てください。自己紹介って何言ったらいいんですかね？なんかあります？血液型、B 型。身長173センチ。体重53キロ。軽っ。あとなんだろうね。服が好き。よく古着屋さんとかセレクトショップとかに服買いに行ったりとかしてるんですけど、それも動画にしたい。あとは、遊園地が好き。外出るの好きですね。なんかあります？聞きたいこと。ないということで。ないということで。まあなんかこういうのって多分YouTube って質問コーナーとかでかいコンテンツじゃないですか、うん、まあみんな今そんなん知っとるわいって人もいれば、あ、そんな人なんだっていう風に思った人もいると思うんですけど、もっと深く知りたい人は次の質問コーナーでぜひ質問を投げていただけたら嬉しいなと思います。1個企画増えたね。ということで、まあこんな感じでですね、まあ明るく楽しくみんなの日常の中に溶け込めるような、ちょっと疲れて帰ってきた時に見てニコッと、笑顔になって次の日頑張れるような、そんな動画を撮っていけたらいいなと思いますので、これから何卒よろしくお願いいたします。それではチャンネル登録者数10万人に向けて、ぜひともね、高評価、そしてコメント、そしてチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それではこれから週3頑張っていきます。それでは以上、アゲインでした。ありがとうございました。またねー。